植物だよって言ったらね、植物倒産だ。これが理由ね。もう20年経ってます。理由はね、うちは健康に合うためにさ、何を一番できるかって言ったら、やっぱり介護が一番いいかなと思ってね。それで辞めるとき、介護と、それで自分と、 それでこのハルカイ君とも使ってもらったんだ。ハルカイと。この3つは死ぬまでやろうかなと思って。このアルバムの中に模写をしてます。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 
車も何もないし、結構何もないですね。新聞もらって、見て刺激になります。一人でやってると全然進まないね。 皆さんと一緒に行ったやつと、ほとんど進まないで進んできました。水彩がこう今勉強中なの。世界一周の旅行してきたんさ。この前帰ってきた時に、世界旅行行った時に、 たまたまいろんな趣味のフレンドの中で会ったもんで、そこで水彩画が始まってたから、油絵もないのっつったら油絵がないもんで、水彩画に、じゃあ水彩画やってみっかと思って、水彩画有名な人だったもんで、で一応じゃあ、そこで水彩画お願いしますって水彩画始めたら結構面白いもんで、それで 1年ぐらい水彩画やるような。楽しい瞬間。そうね。まあ自分のこう思う通りに色が出た時かな。そうなってくると、つってもなんてことない。10月にも。 定期的な年2回あの近くのギャラリーに展示してますので、それは今回のアルバムの中の1枚ではなくて、今描いてる絵を新しい絵を展示しますので、みんなに見てもらうことを励みに頑張ってますので、見に来てください。これからもこの楽しい絵画 教室を長く続けていきたいと思います。東武大チャンネルよろしくお願いします。よろしく。